前回の超わかる高校数学は、次の問いに答えてください。3つの辺から三角形の面積を求めるときは、余弦定理からコサインシータを求める、コサインシータからサインシータを求める、三角形の面積の公式2分の 1×2 つの辺 ×挟む角のサインを利用、この3つのステップで処理しよう。今日は円に内接する四角形 ABCD において4つの辺の長さが分かっているとき、対角線 BD の長さを求めよう。円に内接する四角形の問題は、向かい合う角の和が180度になることを利用する。角 A をシータとすると、向かい側の角 C は180度マイナスシータで表せる。今回の目的は対角線 BD の長さを求めることだから、 BD を含んだ三角形 ABD と三角形 CBD に余弦定理を利用して2つの式を連立しよう。まず三角形 ABD に余弦定理を利用すれば、 BD2 乗イコール10マイナス6コサインシータが導ける。次に三角形 CBD に余弦定理を利用しよう。コサイン180度マイナスシータがマイナスコサインシータになることに注意すれば、 BD2 乗イコール13プラス12コサインシータが導ける。この2つの式を連立しよう。右辺を比較すれば、コサインシータイコールマイナス6分の1が導ける。これを1の式に代入すれば、 BD イコールルート11が答え。今日の動画内容をまとめると、円に内接する四角形の問題は、向かい合う角の和が180度になることを利用する。対角線の長さや四角形の角のコサインの値は、対角線で分割される2つの三角形に余弦定理を利用して作った2つの式を連立しよう。ありがとうございました。今日の作品はどうでしたか？気に入ってくれたらぜひチャンネル登録をお願いします。 Twitter は公式ホームページから、次の作品はこちらからお願いします。いつも素敵なコメントありがとうございます。